アメリカ艦ワイオミングと交戦中の長州艦隊。左手前の日本煙突の蒸気船が、人術丸と思われる。ワイオミングの攻撃で、沈没寸前の人術丸水の湯丸は、江戸時代末期の長州藩の軍艦。元イギリス商船のランスフィールドでもある。1862年、英国ジャーディンマセソン社の鉄製蒸気船、ランスフィールドを購入。 この年の江戸にちなんで、神術丸と名付けられた。武装として、大砲四門が装備されて、一応は軍艦として扱われたが、戦力は限定的で、輸送艦や藩主の魚座船という性格に近かった。購入担当を命ぜられたのは、井上薫と同僚の長見ネクラタと主任の山田、又助の3名。3名は、 横浜のイズソ商店に必要な用銀の購入を一任した。用銀を一挙に購入するとドル相場が冒頭するので、イズソ商店に一任すれば手数料はいらないとのことであった。購入価格はジャーディンマセソン商会横浜支店の支店長、ウィリアム・ケズウィックと英国領事のジェームス・ガワーとの交渉から12万ドルと決められた。山田主任が船長となり、井上、 長峰、大和や八郎、遠藤金助、森重健三らは乗組士官を命ぜられた。船の引き渡しを受けた者の,の運転できる者がおらず、技術に習熟するまでは外国人を必要とした。上位を唱えるのに外国人を雇用するのは問題であったが、妥協案として上位の実行までは時間があるから海戦の時期になったら解雇することで反政府の了解が得られた。 しかし結局、江戸幕府の海軍奉行、勝谷素防の塾で、機関学を教授していた庄内藩士、高木三郎を招き式運転が可能になったため、外国人を解雇し、ようやく横浜から、品川沖まで開港することができた。乗組士官らと、山田船長との不和により険悪な事態に至ったため、判定より、須府正之助が、船内に出張して調査し、船長は、 北条現三、機関担当を、平川東兵衛、黒島亀之助に、事務担当を、梅田虎次郎、公開担当を、長峰と与太郎とした。1863年に、長州藩が上位実行で外国戦攻撃を開始したが、当時の長州藩保有艦船4隻の中では、最大だったにもかかわらず、武装が貧弱なためか、積極的に攻撃任務には使われなかった。 しかし、同年7月16日に、報復に襲来したアメリカ軍艦、ワイオーミングの攻撃を浴び、真っ先に沈没させられた。後に、戦隊はサルベージされ、幕府の徴収政党に備える、武器購入用の外貨獲得目的で、上海に開港されて売却された。この売却行為は、第二次徴収政党の口実の一つともされた。ありがとうございます。